皆さんこんにちは、えー、これからねお話しすることを不快に思う方もいるかと思いますので、えー、まずは巨人ファンだけこれからご覧いただきたいということで,で、まあ、巨人ファンでもね不快に思う方がいるかもしれないので、まあ、そういう方はね、えー、ここでも閉じていただきたいということでお願いしますでまあねタイトルにもあるように、えー、本日ですね DNA から FA となって、えー、梶谷選手と 井能選手がまあ会見したということでね、まあ、巨人入団となったんですけども、えー、最初、ね、この話が出てるときに、本当にいるんですかっていう、ね、感じで思ったんですよね。で、まあ菅野さんがポスティングしてですね、ピッチャーもまあ去年も山口さんが出ていってっていう形で、ピッチャーが手薄っていうのはまあ事実で、まあ、井能さんの方は。 えー、まだね分かるんですけども、えー、梶谷選手の方はあの人的がね必要になってきますよねでまあそこまでしてこう取る必要あるのかなっていうのとでまた人的保証でまあねベテランをこう外したら取られたりまあかといってベテランを抱え込むとまあいい若手をね取られたりと、まあ、ここにいろいろありましたし でまあ、今年は外野手とかね、若手の選手が出てきてるので、本当にいるのかなっていうね、率直な疑問が巨人ファンとしてありまして、他の巨人のファンのね、皆さんはどう思いだろうかということでね、動画を撮っておりますけども、皆さんどうですかね。そこまでして必要でしたかね。で、さらに今、人的保障がね、あって、 まあ、このいろんな予想も出てますけどね。まあ、キャッチャー小林がどうのこうのとかね。まあ、でも小林を外すってことはないと思うんですけどね。で、まあ、中島選手あたりがボーダーじゃないかっていうことでね。あと、陽大館、その辺ですかね。っていうことを言われてますけども。まあ、とにかく、その若手のね、流出、ピッチャーも、まあ、野手も含めて、まあ、その辺はね、避けていただきたいなというのが。 一番ありましてでまああと、まあ、やっぱり梶谷選手がまあいい選手っていうのはわかるんですけどもそこまでお金をね上げて取る選手なのかなっていうのはちょっと疑問であとこのなんて言うんだろうキャラクター的に巨人じゃないんじゃないかなっていうのはねちょっとありますよね僕だけかもしれないんですけど他の まあ思っている方いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ今日もね、髭剃って会見に臨んだって言ってましたけど、まあね、そういう部分もね、いろいろ含めて、まあちょっと、キャラクターというかね、的に巨人じゃないかなっていう、前から思ってるんですけどね、どうですかね。まあね、その辺についても、意見ね、コメントありましたらね、えー、書いていただければと思います。まあね、あのー、 前から FA でジャンジャンが取ってくるのはまあ、ね、いつものことなんですけども、やっぱりこの人的保障でね、結構あの、長野さんをね、捉えたり、あと内海さん、あとはまあ、若手のね、カープに捉えた一岡選手でしたっけ、あとベイスターズに平ー投手でしたっけね、捉えて、まあ結構活躍して、 っていうのがあってね。まあそういうのをね、まあやっぱりやってるから、まあいいのが育たないっていうのもあるのかと思いますし、あとまあ、その人的がなければね、いくら取ってきて抱え込んでおけばいいとは思うんですけども、まあそれでやっぱりね、若手を抜かれちゃうとちょっと嫌だなっていうのと、でまああとそのね、長野選手なんか、 個人的にね、好きな選手だったんですけども、まあそのせいでね、カップにられちゃったっていうことで、まああの選手やっぱりずっとジャイアンツに入りたくてっていうのがあってね、何回もドラフトをこう蹴って、やっと入れた選手でね、まあこうなんて言うんだろう、人望的にも慕われてて、まあそういう選手をね、捉えてしまったっていうのでね、 そういうことが起きてくるので、ファンとしてもやっぱりそういう選手をね、捉えちゃうとちょっとね、っていうのがあるので、まあ、その辺もやっぱり考えてほしいなっていうのはありますよね。まあ、今年はやっぱり外国人選手とかもね、全部取れてないし、でまあ、あと山田選手とかね、あの辺もまあ FA しなかったですね。まあ、山田選手を取るっていうんだったら、まあいいんですけど、 っていうとこなんですよ。天秤にかけたときにどうかっていうのを考えてほしいなっていうのはね、ありますよね。こうやって思っている方がね、一人でもいたら、まあね、共感してもらえたら嬉しいんですけどね。皆さんはね、どうお思いでしょうか。それでもう一つね、その人的のプロテクトのね、問題ですけども、まあ、菅野さんが、ね、ポスティングっていうふうにやってますけども、 まあこう契約してからだから2週間ぐらいですかねそれからあその間にこう名簿をね、えー、人的保証を選択した場合に名簿を送るんですかねで今ポスティングしてて、まあ、その前に決まってればまあいいんだろうけども、まあ、決まってない場合はやっぱりリストに入れとかないと まあ、残留の、ね、方向も結構あるような感じの報道もありますしね。で、かといって、こう、残留しなかったのにまあ入れといたっていうことになると、まあ、一枠削られちゃうってことになるんですよね。だからやっぱりその辺もね、難しいし、今年はちょっとね、まあ、良くなかったんじゃないかなと。この人的をね、必要とする FA、 選手っていうか、それに見合わない選手を取ったんじゃないかなと、個人的には思ってね、ちょっとやめてくれよっていうね、感じがありましたね。皆さんはね、どの選手がこう、プロテクトから漏れてしまうのかとかね、まあ、独自の予想なんかありましたら、そちらもコメントまでよろしくお願いします。では本日はですね、まあ、あの、FA 選手ね、2選手取って、 まあ人的保障もね必要な選手が1人いるっていうのでね、ちょっとね、あれだなっていう個人的な動画でした。えー、共感してくださる方いましたら、高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。では本日はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。